聴者の皆さんは、前提フライングを目の当たりにしたことはあるだろうか。今日は、そんなレアなレース、前提フライングだったレースを2本まとめました。スタート点図は6号艇、花本が3コースまで入ってスロー勢はかなり深い進入となっていました。第2レースの予選です。対戦メンバー1号艇、岸本勇気、2号艇、横谷翔一、3号艇、鈴木亮介、4号艇、ウルタ翔平、5号艇、矢橋誠介、6号艇が花本夏樹です。回り込んでくる6号艇、花本に対しては、やはり内枠両者が抵抗です。インコースは1号艇、岸本勇気がスタートライン上へ先を向けました。2コース2号艇、横谷翔一が入ります。3コース6号艇、花本夏樹。花本は準優進出に向けた今日は2走して15点が条件となっています。そしてこのままですと4コースは3号艇、鈴木亮介となりそうです。鈴木もどうやら本番でもスローに合流します。どうでしょうか、4号艇、ウルタが5コースの角となるか。6コース5号艇矢橋誠介は2走して今日は15点ノルマとなっています。その5号艇矢橋、そして4号艇ウルタ、この2艇が引っ張る形になります。コースの方ですが、結局は5号艇矢橋が5コースを主張という形になります。4対2、スタート点地とはダッシュの2艇が入れ替わっています。1号艇、岸本勇気人気の中心です。人気の相手は2号艇、横谷、6号艇、花本と票が集まっています。スロー3艇は100メーター近辺です。第2レースの予選です。インコースから1番、2番、6番、3番、ダッシュは5番、4番です。スタートしました。2コース2号。おーっと、前提早いぞ。ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。なんとなんと、これは6艇前提早いスタートになりました。スタートなんていうのは水物やねん。ファンの皆様にお知らせをいたします。このレースは前提フライングです。第2レースは1番岸本、2番横谷、3番鈴木、4番ウルタ、5番矢橋、6番花本、前提がフライングとなりました。従いまして第2レースはレース中止、船券は全てが返還となります。お手持ちの投票券は絶対にお捨てにならず大切にお持ちください。繰り返しファンの皆様にご案内いたします。第2レースは1番岸本、2番横谷、3番鈴木、4番ウルタ、5番矢橋、6番花本、前提がフライングとなりまして第2レースは中止となります。従いまして第2レースの船券は全てが返還となります。お手持ちの投票券はお捨てにならず大切にお持ちください。開催2日目の2プライドラウンド第1戦男女ダブル優勝戦、続いては10レース女子の予選特勝を迎えます。対戦メンバー1号艇広島角ひとみ、2号艇三重垣内清美、3号艇山口木村翔子、4号艇三重塩崎久香、5号艇岡山寺田千恵、6号艇埼玉中里優子以上のメンバーです。どうやら動きの方はありません。枠番通りの進入です。インコースは1号艇角ひとみが入ります。ここまでは大きな着が続いているだけに、この絶好枠から巻き返したい一戦です。2コースは2号艇垣内清美が入ります。初日は2着1着でまとめています。センター3コースは3号艇木村翔子が入ります。4号艇塩崎久香が4コースです。大好きな4号艇で一撃を狙っていきます。5コースは5号艇寺田千恵が向かっています。荒れ水面となった昨日のドリーム戦、逃げて制しています。サイアウト6コースは6号艇中里優子、中里昨日の初日は前半レースフライングに終わっています。カードは4コース4号艇塩崎久香で3対3、枠なり進入です。3連単ではこのレース4号蓋が1番人気、そして145が2番人気となっています。お時計は12秒針回転始まります。
第10レースは女子の予選トークショースタートまではまもなく残りは10秒です。内側から1番2番3番ダッシュが4番5番6番です。スタートしました。1コースに、あっと前提早いスタートになりました。ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。どうやら6艇前提が早いスタートとなってしまったようです。行きたいと思っとっても行かれへん時もあるし、行かれへんと思ってても行ってしまう時もある。これがレースやねん。スタートで大アクセントです。お知らせいたします。第10レースは前提フライングです。1号艇隅ひとみ、2号艇垣内清美、3号艇木村翔子、4号艇塩崎久佳、5号艇寺田知恵、6号艇中里優子、前提がフライングです。従いましてこのレースは不成立です。船券はすべて返還されますので、お手持ちの投票券はお捨てにならず大切にお持ちください。繰り返しファンの皆様にご案内いたします。第10レース予選特賞は1番隅、2番垣内、3番木村、4番塩崎、5番寺田、6番中里、前提がフライングとなりました。従いましてレースは不成立となります。船券はすべてが返還されますので、お手持ちの投票券はお捨てにならず大切にお持ちください。ファンの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしました。なんだかんだフライングで返還された時嬉しいと思ったことがある人はチャンネル登録グッドボタンをお願いします。